イヴァン・マーティアブ・イワン・マルティノフは、ロシアの語学者、植物学者である。ロシア科学アカデミーのメンバーである。ポルタバ県の司祭の家で生まれた。神学校で学んだ後、ギリシャ語やラテン語の教師となった。1796年から解明派のガブリーラ、デルジャービン、ミハイル・スペランスキーラと雑誌勢の出版を始めた。1797年から、 貴族子女のための教育機関、スモーリヌイ修道院の言語学と地理学の教師となった。ストロガノフと多くの翻訳を行った。その後も教育関係の役職を務めた。1804年から雑誌はの出版を行った。1823年から1829年の間に26巻に及ぶ多くのギリシャ古典文学の翻訳を行った。 マルティノフの貢献で大きなものは1820年に執筆した植物学用語辞典である。いくつかの植物が記述され、キクカの学名、コンザティ・マーティアブなどはマルティノフが命名した。マーティノーブは植物の学名で命名者を示す場合に、イワン・マルティノフを示すのに使われる。ありがとうございます。